それではですね、今日の、人生の悩みを解決する、うまくなるための条件って話をしたいと思います。うまくなるの条件でね、まあ、この話ですね、まずその1ね、その1、どう題名、まあ、同じ題名、同じこのうまくなるための条件っていうふうに、まずブログ、僕のブログ検索してね、そうするとなんか話してます、いろいろ書いてあります。まあ、うまくなる条件、他人の言うことを鵜呑みにするとか、影響を受けやすいとか、言われた通りに試すとかね、うまくならない条件とかいろいろ書いてあります、こうね、条件ね、ちょっと簡単に列挙して書いてみますよ。条件と、まあ、鵜呑みにする、影響を受けやすい、同じ話だね、言われた通りに試す、同じかね、うん、で、うまくならない条件、頑固、プライドが高い、かたくな思い込みが怪しいとか、点々点ね、うん、書いてあります。これね、要するに何なのかっていうと、室井さんの何、近況報告でもか。いや、最近思ってることを本当言いますよ、それで。これなんだよね。鵜呑みにするっていうことと、要するに簡単に言うと、これでどういうことかっていうと、条件ね。自分の考え方を大事にしてる人と、大事にしてない人、はっきり言って、じゃあ上手くなる人の条件どっちでしょうか。今の話を要するとね、上手くなる条件、ちょっとアンケートしよっか、ちょっと珍しくアンケートしてみよう。あんまりこのアンケート、上手くなる条件、は自分の考えを、大事にを、大事にする、大事にしないと。さあ問題です。うまくなる条件は自分の考えを大事にするかしないか。まあ誘導的ですけどね、ここまで言って。確かに。そもそも、うまいとは何ぞやという条件が必要になってくるね。うまいとは何を定義するか。うまいっていうのは、じゃあ一応とりあえず他人と共有可能な、まあめんどくさい言い方だね。要するに他人にとって説明しやすい、他人が分かりやすい、他人が受け入れやすい表現としましょうか、とりあえず。他人が、多くの人が、楽しんでくれる何かを書けるようになるみたいな。そう。みたいなね。うん、っていうのに、ちょっとうまいというのを、ちょっと定義 してみました、今。うん、仮にね、うん、その場合どうでしょうか。はい。めっちゃ誘導してんじゃんみたいな。大事にする 0% 全然面白くないじゃん、これ。みんな引っかかってないじゃん、全然。何これ、本当にみんなやった、本当にみんなやって、ちょっと引っかかってよ、みんな引っかかってよ、ちょっと。アンケートの結果ですね。大事にしない方が上手くなるんじゃないのという結果になりました。はい。不正解ですとかって言えない。これで正解なんですよ。そう。これ何人何人って出ないんで、これパーセントは出るんだけど、何人何人って出ないんですよ。こっちになっちゃいました、正解。で、なんだよ、なんかね、学校でさ、みんなさ、学校っていうのかな、なんか、自分で考えろって、言われませんでした？自分で考えてみな、とか。それやっぱ自分で考えなきゃダメだよ、みたいなって言われませんでした？これね、この21世紀になってね、自分で考えろってどういうことかっていう話をしますよ。この21世紀ですよ。ネットというか情報化社会ですよ。ね、において、
自分で考えろというのはどういう意味かというと、簡単に言うとですよ、お前には足があるんだから、あらゆる交通機関、自動車、電車、飛行機、バス、まあ何でもいいです。足があるんだから、お前直接歩いていけって話なんですよ。直接、目的地に、今日の学校とか、会社とか、仕事場とか分かんないけど、その、目的地ですよ。遠くの目的地、何十キロ、何百キロと離れた、場所に、お前は、そんな、何？車とか、飛行機とかね、まあ、電車とかね、まあ、簡単に言うと身近なところで言うと、電車とか車。電車とか車使うの、お前ずるいから、お前の足だけで行けって言ってるのと同じなんだよ。直接。足があるんだから直接歩いていけって言ってるのと同じ。自分で考えろっていうのはそういうことです。えってみんな思うでしょ？それはないでしょって。もう目的地決まってて、便利な山手線とか中央線とか、バスの何、そういうのとかあんのに、今時山手線は、なんかその、学生のすごい暇な、なんかそのさ、じゃない限りさ、その深夜こう、朝まで歩いたら山手線をこう、何駅も歩いてましたなんてさ、青春かよみたいな、お前無駄な青春かよみたいなやつですよ。そのぐらい実は、まあ、無駄なんですよ、自分で考えるってことが。実は。同じ話です。いや、今電車あるし、車あるのに、なんで足で歩いてくのって。足で。それと同じように、ネットがあって、いろんな情報があるのに、なんで自分の頭で考えなきゃいけないのという、いや、この人体的なね、体のね、機能ね、体の強い弱いっていう部分は、メカっていうのかな、機械に変わることができるじゃないですかと、メカ。いや、自分の脳みそは、ね、そういうものに置き換えちゃダメなんじゃないんですかみたいな。いうふうにさ。でもみんなさ、ほとんどの人は、この放送も聞いてる人はさ、まあ、スマホ持ってるじゃないですか。まあ、スマホじゃなくてもネット環境にあってタブレットを持ってるじゃないですか。パソコン見てるじゃないですか。で、みんなさ、覚えることって多分減ったんですよ。覚えておくことって、今までだったら、ね、覚えてなきゃいけなかったんですよね。例えば、記憶力がすごいいいことが良かったんだけど、スマホに持ってんのに、その記憶ってさ、そこに入れときゃいいし、そこにアクセスできればいいし、っていうことじゃないですか。そう。歩くのが好きだから、いいね。趣味です。そうです。趣味です。趣味として歩くのはありです。それが、すごい、急を要する。急を要するというか、人生は、だいたい今のところ何年ぐらいなのかな。これ人生、100年ちょっとわかんない。これからちょっとずつ伸びるとして、時間ってすごく有限なんですよ、時間はね。じゃあ、ネットでなんかその、いろんな情報がある中で、どれを選べばいいとか、何が正しいの？まあ、要するになんか、ネットってジャンクな情報というか、かなりひどい情報もいっぱいあるじゃないですか。ね。で今なんかその、考えろって言ってんのこれね。じゃあアニメシルクの話と何？なんか、つながりあんのって、要するに考えろイコール、要するにこれは、学校で言うとこの自分で考えて書けって言ってるのと同じなんですよ。自分で自己流？うん。自己流で書くことが、素晴らしくて、誰かからもらったものとかは、それは表現じゃないんじゃないのっていうことをよく言うんですよね。ここがね、もうはっきり言ってここの思い込みが隔絶たる差というか、うまくならないかならないかというか、すごい差になるんですよ、本当に。うん。自己流が素晴らしくて、表現、そんな真似しちゃダメっていうやつですよね。真似しちゃダメって。
で、俺思うんだよね。自分で考えろっていうやつ。自分で考えるっていう、まあ先生とか親とか周りのバカ野郎。ひどいけど。そんなこと言うやつ、自分で考えたのかって話なんですよ。そんなこと言うやつは自分で考えた結果、自分で考えることが素晴らしいって言ってんのかって。実はそんなこと言う人って、そういうことをやっぱりその親というか、その先生というか、ね。そういうこと言う人自体が、誰かから言われたに過ぎないんですよ。誰かから同じこと言われて、ね、その先生とか親がそういうこと言われて育っただけなんです。って僕思いますけど。自分で考えろ。自分でいろいろ判断しろ。で、自己流が素晴らしい。そう。そう、表現じゃないってね。美大は真逆ですね。真逆ですねっていうのはどっち？どっちだ、美大は。自己流が素晴らしいってやつ？表現、真似したら表現じゃないってやつなのかな。うん。そう。そうそう。実は、先生も親自体も自分で考えてないからそんなこと言うんですよ。本当に考えたら、本当に自分で考えた結果、自分で考えてはいけないという結論になったりするんですよね。でもさっきも言ってたけど、じゃあ何をもってこの指針にしたらいいのって。いろんな無数の、この無数の情報があるじゃないですか。無数の情報ね。無数のネット情報、いろんなね、いい悪いってあるじゃないですか。ネット情報は、何をもって自分で吸収し受け入れたらいいのか、何をもってそれを拒否した方がいいのか、っていうところはどうしたらいいのっていうところを、有料放送で話したいと思います。はい。無料はここまでです。はい。無料の方はここまでで。ここからは会員限定でお話したいと思います。では、無料の方、お疲れ様でした。ありがとうございました。